静岡市歴史巡り町話。今日はトロ遺跡を訪ねます。2000年前の村の姿がよみがえる歴史的発見となったトロ遺跡。復元された水田、住居、高床式倉庫に弥生時代の稲作文化の様子を知ることができます。住居は4本の柱を立てて、その間に横に渡した桁と梁で安定させる作りになっており、床の真ん中には調理をするための囲炉裏がありました。収穫した米を保管していたのが高床式倉庫。湿気を防ぐために床を高くし、床下には柱からのネズミの侵入を防ぐネズミ返しの板が挟み込まれていました。昭和33年に静岡考古館が開館し、それを前身として昭和47年に開館したのがトロ博物館。古代ロマンに魅せられて多くの人々が訪れ、2010年に現在の建物にリニューアルされています。平成に入ってから5年間にわたり再び本格的な調査が行われ、トロ遺跡の中で一番大きな建物である祭殿はその際に発見されました。祭殿のあたりから発掘されたのが、占いに使われた尺骨と呼ばれる鹿の肩甲骨です。大陸から伝わった占いでは、動物の骨に熱した棒を押し当て、骨のひび割れ具合から物事の吉凶を占い、豊穣を祈願していたようです。弥生時代を象徴する水田と住居が一体になった遺跡であり、種類豊富な多数の出土品が他の遺跡の指標となったトロ遺跡は、日本の国の成り立ちを知る上で大変重要な役割を果たしてきました。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。子供の頃初めて行ったトロ遺跡には驚いたなあ。